さて、連日盛り上がりを見せていますサッカーのワールドカップ。広島でも新しいサッカースタジアムの建設が進むなど、サッカー熱の高まりが期待されます。これをきっかけに広島の経済を活性化しようと取り組む一人の男性を取材しました。昨日、広島市内で行われたイベント。招かれたのは東南アジア、タイの元官僚や経営者たち。テーマとなったのはサッカーを通じた広島経済の活性化です。実は数年前からタイでは J リーグがテレビ放送されるなど人気が高まっています。このイベントを企画したのがスポーツ経営学が専門の広島経済大学浜口博之教授です。まあ、観光とスポーツを結びつければより相乗効果が出て、まあ、インパクトも大きくなるわけですね。広島の将来の可能性の一つとして国際交流にまたうまく活用してもらいたいですね。実は浜口さんは20年前のワールドカップ日韓大会で招致に携わりました。世界のサッカー界での人脈を生かし大会の実現に尽力しました。選手の皆さん到着いたしました。その経験で学んだのが国際大会を開催することがもたらす経済効果。その額は日韓大会では数兆円に及んだとされています。しかし、当時開催地として有力視されていた広島は、スタジアムの改修ができないことなどを理由に落選。チャンスを生かせませんでした。それから20年、広島市内に新たなスタジアムが建設される計画に大きな期待を寄せています。これだけ都心にね、大きな施設があるって、そんな日本に他にもないわけですから。今度はですね、やっぱりアジア、広島をさらにこうアピールしていければと思ってるんですね。おはようございます。浜口さんが注目しているのが、海外からのインバウンド効果です。イベントで招いたタイの人たちを連れ、宮島を訪ねた浜口さん。地元の魅力をアピールします。東南アジアでは珍しい紅葉を楽しんでもらいます。建設中のスタジアムも案内しました。町の中心部から10分ほどのアクセスの良さを実感したタイの人からは、周辺の観光を含めたツアーを開発することもできそうだと提案されました。This will attract more and more people, including people from Thailand, to come to Hiroshima. High income tourism, people will spend even more to the local economy.実際に人と人がこう会うことで予想もしなかったようなこう科学的な変化が起きると。単にその競技の交流だけじゃなくて、もっともっとその幅広い部分で交流ができれば、はい。スタジアムの完成は再来年を目指しているということで、広島サッカーの盛り上がりとともにその効果の広がりが楽しみだと思います。